なんか止まってた？なんか私が今この配信をしてる中でなんかそんな止まってはなかったけど。なんかみんなが戻ったみたいな感じで言ってたから、マジでか。へえ。そうだったんだ。ごめんね、5回ぐらい聞いたか。ごめんじゃん。やば、時計ないとめっちゃ困る。君とはたい時計あったね。8時23分。お母さんそろっとさ持ってきてもよくない？なんでこんなに遅いの？こんなこと言っちゃうとさバレちゃうじゃん。忘れないで。 こんなことって私もないけど。変顔しちゃった。じゃあ一曲ちょっと歌うね。なんか何もしないのもあれだし。なんか やばい、オーバーチャーしないと。「文字ばかり踏んでる頼りない時」
信できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。こんばんは。仕方なく帰って気がついた。みんなの荷物どこへ行った。忘れてきちゃったのに、どうせまた行くからって。くたくのないその笑顔。そう、人生なんて肩の力を抜かなきゃ、きっと息苦しくなるから、楽しくやっていこう。ポンコツぶりも個性だ。君がお腹に見える。完璧にできることが大切なんじゃない。そんな君の素を見る。僕の器は小さすぎる。何度間違ってもいい。もっとたくましく生きなきゃ。人は皆ちゃんとしようとする。言われたことだけを言われたようにやる。欲しかったのは自由。どこかでネジが緩んでる。マイペースな君の勝ちだ。思うようにいかないこと気にしないで生きる。ポンコツ、ポンコツな君が好きだ。いつもドジばかり踏んでる。頼りないところがいい。なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。守ってあげたくなる。ありがとうございました。みんな見て、じゃかじゃかじゃんじゃーん、寒天です。飛んじゃった寒天だよ。あとね、もう一個ございまして、じゃじゃーん、たい焼き。どうだどうだ。これを待ってたね。寒天がさ、カラフルだからさ、かわいいよね。ということで、いただきます。そうですよ、イベントに合わせたの。和菓子だから本当に食べようって思って。たい焼きありがとうございます。寒天もありがとうございます。じゃあいただきますね。Mmm.
うめうめよ。さくらんぼが取れちゃった。さくらんぼ食べたい。さくらみんなで食べた満開の花びら。うん、私が反応されちゃってこっちにあのカメラが合わない。違うから、これさくらんぼじゃないよ。さくらんぼつけてたらやばいでしょ。みかん皮むいてくれたらよかったんだけどな。ありがとうございます。かわいいよね。すごい透明でさ、寒天透明だから美しい。美しい。やだ、ありがとう。
っと青ちゃんも美しいって言われたからちょっと嬉しくなっちゃった。美しいは面白い。寒天ごちそうさまでした。いやすいません、今何時か教えてもらえますか。8時38分。ねえ、このみかんどうやって食べればいいの？お母さん残しとこ、後で食べるから。たい焼きはね、なんか最後に食べてってお母さんに言われました。いい、もう食べてよろしい。いいって、フィッシュいただきます。見て、え、これちょっとさ、遠近法にさせたらギフトっぽくなる説。いや面白い。たい焼きタワー。これ、こちらたい焼きタワーです。じゃあいただいていいですか。あ、ね、これ持って一回スクショするね。え、めっちゃめっちゃいい匂い。じゃあスクショします。クショタイムスタート。取れた？もういいかな。いただいていい？ごめんなさい。ありがとうございます。60日タワー。ありがとうございます、くっちさん。泳げ。やばい、食べ物で遊んじゃダメなのに行儀が悪い。すいません。え、ありがとうございます。タワー、え、ありがとうございます。嬉しい。2つ、じゃあいただきます。頭からいくね。
しい。あんこがね、ぎっしりしてて美味しい、本当に。ごめんね、みんないてって言わないで、我慢して我慢私頑張って優しく食べてるから。しないで、意識がない。食べたくなって今日たい焼き買ってきた。おお、すごい。頑張ってください。私のお腹の中で生き続けてください。ありがとう。やめてください。お腹の中で暴れてしまったら大変なことになりそう。今食堂通ってます。ありがとうございます。位置ですね、位置を教えてくれました。今いいですか。わかりました、今いいですね、ありがとうございます。今ちょっとね、広いところ胃に出たみたいです。明日たい焼き買ってきます。液体出てきた。どこだろう。液体出てきた。もう。胃の中をそろう。胃液か。胃の中お揃いだね。怖いけど。
よかった。そうだね、これを食べることによってエネルギーになれるから、本当にありがとうございます。助かります、本当にありがとうございます。あと二口ぐらいかも。最後の一口いただきます。みんな最後に言うことはないですか？まだ食べてないよ。嬉しい、あおちゃん好きって、うん、食べられてよかった、嬉しいですよ。好きでした。あーちゃんの中で第二の人生を送ります。いいですね。面白い、みんな。じゃあいただきます、最後の一口。面白い。いただき、間違えた、ごちそうさまでした。忘れないでね。あおちゃん今日はね9時までです。おお、姉ちゃん大盛り食べきったか、おめでとう。でも8切れそうなんだね。運動だ運動。絶対も戻して。明日には覚えていない、マジか。頑張るよ。マロは大盛りの何かを食べたらしい。大盛りにチャレンジして今食べ終わったそうです。混ぜそばだって。でお腹がいっぱいらしくて、お腹がはち切れそうって言ってました。で今52分なんですよね。ということで私はねちょっとね、もうマックス時をねみんなに広めたい、こんないい歌を、ということでマックス時を歌います。よっこ
これが今日で最後になります。聞いてください。一番大事な人連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて風景が海に滲んでくる、夢が叶うとその想いが溢れ出して瞳から伝えたくなる、あなたと一緒に歩きたい、下から見守ってくれた誰かの存在、支えになった、未来はいつも姿見せずに待っているよ、音吐き甘えないように、愛とは涙、大地は新しい芽を出す、苦しいことも悲しいことも喜びに変え、笑顔になれる、いつだって明日は来る、未来
わかりました。誕生日読みます。いきます。13位、任天院さん、ありがとうございます。12位、リュウマさん、ありがとうございます。11位、あやこまいさん、ありがとうございます。10位、ともさん、ありがとうございます。9位、ジンさん、ありがとうございます。8位、お金持ち先生さん、ありがとうございます。7位、イチョールさん、ありがとうございます。6位、ビッグラブ子さん、ありがとうございます。5位、まこちゃさん、ありがとうございます。4位、わたちゃん、ありがとうございます。3位、きゅうり担当さん、ありがとうございます。2位、ぐっちさん、60日のタワーありがとうございます。すいません。そして1位、メガネさん、ありがとうございます。60日のタワーもありがとうございます。じゃじゃーん。今日は60日、バイバイ。あ、明日はスクショ。